栗林隆です。長崎県出身です。作品はインスタレーションを主にやってます。ですね、まあなかなか、まあ一括りでは言えないんですけど、ボーダーラインとかインスタレーションの中では、まあ、非常に、まあ、普通のというかそんなに珍しいテーマではないんですけども、僕にとっては特にドイツの生活を12年ぐらいやったんですけども、その時にやっぱり日本人と、まあ、外国人、あとはそれをさらに突き詰めていくと、まあ、人間と自然と、そういうところとか、あと人間同士もそうですけども、あらゆるところに、境界線があって、で面白いのはですね、まあ、戦争もそうですし、自然もそうなんですけども、その境界線と言われるところにものすごいエネルギーがあるというか、必ず問題が起こっている。じゃあ一体そこには何があるのかっていうことを見せるために、境界線をテーマにやってます。世の中の、まあ、特に人間の世界なんてそうなんですけど、ほとんどのものっていうのはいわゆる視覚的なものが多いと思ってて、実は見えないところに、まあ、真実とか事実があると思ってるんですね。まあ、例えば庭園とかそういうところに行くと、僕なんかっていうのは石が上に見えてると思うんですけども、その下の世界がどうなってるかとか、あとは、まあ、美術館もそうなんですけども、まあ、みんなが見ている美術館っていうのは箱の中なんですけど、その美術館の、まあ、天井裏とか、いわゆる裏のバックヤードも美術館の一部じゃないですか。まあ、そういうその全てを含めて、まあ、真実だと思ってるんで、まあ、そういうものをどういうふうに見せれるかというか捉えれるかっていうのが、まあ、テーマになってます。まあ、影響ないといったら絶対嘘だと思いますし、間違いなく三つ子の魂じゃないですけども、僕のバックグラウンドであります。やっぱり自然から受けた、影響というのはものすごくありますし、僕の出身長崎なんですけども、遊び場が海とか山だったんで、まあ、それを、まあ、フィールドにして、まあ、自分のチアが仕事してるわけですから、どうしてもその空間で一緒に生活をするということからは僕なりの影響というのは、まあ、よくありますけれども、まあ、イカダを作って、で、まあ、妄想岳とかでイカダを作るんですね。で出ていくんですけど、必ず子供が縛るからほどけてバラバラになってそれで必ず誰かが溺れるみたいな、まあ、そういう感じで、僕にとっては自然っていうのはいい先生で、本当に死をっていうんですかね、身の危険を感じれる、そういう場所でした。これもね、うちの周り妄想岳多いんですよ。で竹の上にぶら下がってしなったらまた隣の竹に移ってとかそれで滑って落っこって気がついたら夕方になってとか、まあ、そういう感じで結構海でも山でも似たように遊んでましたね。まあ、インスタレーションの作品を作ってるんですけども、今回大きい作品を作らせてもらえる機会をいただいて、僕自身も経験できなかったようなものを発表しています。体験できる作品をものすごくいっぱい作ってきたんですけども、今回はですね、やっぱり自然の力を一番感じれるサイズのものを作っているので、建物の中にある自然の脅威みたいな、そういうものを良くも悪くも見ていただければなと思っています。まあ楽しんで